ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙です。なあ霊夢、プラント設計で一番重要なことはなんだ？え？重要なこと？そう設計する上でこれだけは絶対に手を抜いてはいけないとこ。何かな？費用かな？つまりコストってわけか。そりゃお金はまずらないとまずいよね。予算だって無限にあるわけじゃないし。確かにそれもそうだな。費用は無限にあるわけでもない。でもまあそれではないな。じゃあ納期。つまり納期は絶対に守らなければいけないと。お客さんに迷惑かけるし、公共事業だと大きな問題になるよね。確かにそれも一理あるがそれでもないな。納期でもないとなんだろう。正解を言うと安全だ。安全？そんなの当たり前じゃないの？そう、安全第一なんて今では当たり前だ。でも昔はそれが当たり前じゃなかった時代あった。そのおかげで過去には大きな事故が多発したりしている。でも今のプラントは安全だよね。もちろん安全だ。でもそれも過去の教訓をもとにいろいろ対策をされているし、未だに事故が起きる時は起きる。人間が設計する、製作する、運転する以上ミスは欠かせないからな。ということで今日はプラント設計の時に重要な安全に関して語るぜ。プラントの安全設計を語る上でまずプラントで事故が発生するとどうなるか説明するぜ。過去の事例を参考にプラントの安全性の重要性を勉強するってことね。そう過去の事例は目にしたくない事実もあるが、それをもとにさらに安全性の改善を目指すことが重要なんだ。安全性を軽視する会社はどうなるとしゅう？え？そりゃあ訴えられたり、人が辞めたりするよね。つまり事業としてはどうなる？そりゃあ訴えられたら賠償金払ったりしなきゃいけないし、人が辞めたら事業ができなくなるよね。つまり安全性を軽視する会社は社会から退場させられるんだ。退場？これは安全だけでなく衛生も含む。衛生というと食中毒とか？食中毒とかもあれば水にカビが混入したとかだな。たまに聞くよね。消費者からすると過剰かとも思われる対応も、安全を考えれば全て当然の対応なんだ。では実際の事例を見ていこう。まずはプラントの事故といえばよく語られる、ボパールの化学工場事故だ。聞いたことないな。高圧ガス保安技術の本にも事例として掲載されている有名な事故だ。ちなみに事例に関してはウプ主の持っている資料と、ウィキペディアなどの情報から書いているが、中には当事者が否定している情報もある。内容に関しては各自の判断で理解してほしい。まずこの事故の概要としては農薬製造プラントで異常反応が発生し、イソシアン酸メチルが流出した。イソシアン酸メチルとは？農薬の合成に使用される薬品だが、毒性がめちゃくちゃ高い。毒性がめちゃくちゃ高い物質が流出って、めちゃくちゃ危険じゃん。さらにこのプラントがスラムに近く、風に乗って近くの都市へと流れていった。気象条件も重なりガスが拡散しなかった結果このような被害が生じた。え？これ本当？このプラントを建設したユニオンカーバイド社は一部否定しているがな。それにスラムということで正確な住民数とかを把握できないことも一部影響はしている。でも毒性の強い薬品を製造するのであれば、安全装置とかがつけられて、毒ガスが流出しないようにするのが常識じゃないの？もちろんそうだ。ウプ主も半導体関連の仕事をした時には、ガスが万が一流出した時は除外装置で処理するようになっていた。ということはこのプラントは安全設計が抜けていたの？ユニオンカーバイド社はそんなことはないと主張しているが、今ではこのような事実が明らかになっている。いやいや元々の安全装置がついてないし、ついていてもそれが修理中なのであれば、運転なんてしちゃダメじゃん。その通りだ。ユニオンカーバイド社は一部否定していて、従業員の破壊工作だと言っているがな、証拠がないから書類も一部偽造しているし、破壊工作ってしかも証拠なければそんなこと言っても意味がないのでは？もちろん、これらの主張は認められていない。まあ何が言いたいかというと安全設計が欠如していると、このような事態に陥ることもあるということだ。だからこそプラント設計するときはこういうことを気をつける必要がある。インターロックとは？ある条件が揃わないと他の動作ができなくなる機構だ。つまりこの場合は安全装置が適切に動いていないと、プラント自体が運転できないということ？そう。というかまあ当たり前なんだけど。適切な教育訓練とブラックアウト時の対応とは？例えば警報が発生した時にどうする？そりゃあ警報の原因に対して適切な対処をすると。でも実は過去には多数の警報が鳴りすぎた結果、大事故につながった事例もあるんだ。多数の警報が鳴ると警報の本当の原因がわからなくなり、オペレーターが混乱した結果間違った対応をしていまう。多数の警報が鳴る現象をクリスマスツリー現象というのだが、初めて聞いた。そんな現象があるのか。名前だけ聞くとそんな重大な現象には聞こえないけど、スリーマイルトン。事故はこれが原因で大事故となった。福島第一原発事故では逆にブラックアウトしたがな。ブラックアウトすれば警報が鳴らないから、何が起こっているのかわからなくなるのか。だからこそ停電とかユーティリティの供給が停止した時に、プラントをどう安全な状態に持っていくのか？というのは非常に重要なんだ。基本的な設計事項を守るのはもちろん重要として、予想される最悪の事態に陥った時も、プラントが自動的に安全な状態に進むようにするってことね。
それこそプラント設計者の大きな責任だ。ちなみにボパールの化学工場事故はどうなったの？一応裁判になったりしたが、当時の CEO が裁判に出廷しなかったりと、後味の悪い結果になっている。賠償金とかは？一応ユニオンカーバイド社からは支払いされたけど、被害者には一部しか渡っていない。そして工場は解体されたが、2004年の調査でも周囲は汚染されているらしい。ちなみにこの事故はいつ起こったの？1984年だ。じゃあ20年経っても汚染されているの？ああ、おそらく2022年現在でも汚染されているだろうな。環境にもすごい影響を及ぼしているじゃん。これもプラント事故の一つの特徴だ。人だけでなく周囲環境も汚染して生態系に大きな影響を及ぼす。このように人だけでなく生態系、つまり地球に対しても大きな影響を及ぼす。そういうことをプラントエンジニアは理解してプラント設計をすべきなんだ。でも近頃は大きな事故は起こっていないよね。そんなこともないぞ。2012年には日本触媒姫路製造所での爆発事故、同年三井化学岩国大竹工場で爆発事故、2009年には森田化学工場での爆発事故が起きている。これらすべてがプラント設計に起因するものでもないし、保全に関する問題もある。意外と日本でも大きな事故が起きているんだね。そうだ。そして最初に話をした通り、安全を軽視する会社は社会から退場することになる。つまり社会的にも環境的にも安定して生産できるように設計保全することが必要ってわけね。そういうことだ。そしてプラント設計者は常にこれらの社会的な影響をよく考えて仕事をする必要があるんだ。じゃあそういう安全意識とかってどう勉強したらいい？簡単だ。過去の事故を教訓とするんだ。どのような原因で事故が起きたのか、設計が悪いのか、保全が悪いのか、それらを学ぶだけでも十分設計に活かせるんだ。失敗の事例をもとに勉強するってわけね。今では失敗100選とかあるから、そういうので事故の内容をよく理解すればプラント設計にも大いに活かせるぞ。社会的にも大きな影響を及ぼすから、そういう意識は早めに身につけた方がいいね。しかし残念なことに日本国内だけでも未だに災害は起きている。これはやはりどうしても慣れている作業やルーチンの悪になると事故が起こりやすい。そんな時こそ基本に立ち返って愚直に安全を突き詰めていくことが必要だ。勉強になるわ。私も失敗事例を学んで同じようなことを起こさないようにしないと。もちろん自分だけでは事故を例にすることはできない。でも自分が総原の知識を学べば、少なくとも自分の設計が原因となる事故は減らすことができる。だから俺はプラント設計者にはまず過去の事故事例をよく読んでほしいと思う。じゃあ最後にまとめだ。まずプラントエンジニアは自分が設計するプラントがもし事故を起こした場合にどういう危険性が起きるのかよく理解してほしい。そして単に JIS で定められている乗り格を満たすだけでなく、停電とかユーティリティが停止した場合にでも、プラントが自動的に安全な状態になるように、徹底的に検証してプラントの安全対策をしてほしいと思う。自動的にってところが重要ね。そうだ、人の判断だとどうしても間違いが起こることがある。だからこそプラントが勝手に安全な状態にあるように設計をすべきだ。そして過去にどのような失敗が起きているのかを参考にして、これらをただの昔の事故とせずに貴重な情報源として、プラント設計に活かしていってほしい。過去の事故教訓として、それが設備的であれ人的であれ、同じような事故を起こさないように教育材料としても用いるべきだね。ということで今回はプラントの安全設計について解説しました。このチャンネルではこれ以外にも、プラントエンジニアや設備保全の方に向けて動画を作っています。何かわからないことがあったらコメント欄までよろしく。それではチャンネル登録と高評価、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。